前田優吾の2軍成績。15.2 回、防御率 0.57、WHIP 0.87、KBB 8.00。同胞、SB ドラ1前田優吾、今日も2軍中日打線を6回3安打無四球無失点と完璧に抑える。マジで別格だな。大卒エースみたいな投球。夏頃に1軍デビューあるんやないか。ついにソフトバンクがドラ1当てたのか。こいつだけは外れようがない。今の NPB なら普通に活躍するだろ前田。てか NPB の打者がさすがにエボすぎる。ちなみに2軍中日は首位だぞ。高卒3人衆成績、とうとう7人侍とか言ってたけど結局高卒豊作年だった模様。大阪桐蔭前田と横浜杉山が抜けてる。意識高いし設備と環境が揃った SB と抜群に相性がいいんやないかな。ストレートの最速は143キロ、それでこの安定感。宮城みたいに急速上がっていったらとんでもないことになる。来年の今頃には1軍のエースなってそう。コントロールがいいわ、3ボールが2回しかない。ソフトバンクドラ1とは思えない順調さやん。今すぐ投げたとしても西武打線なら完封できそう。もうすでに阪神大竹レベルあるんじゃね。優勝決定したらお披露目コースか。焦らせなくていいけど楽しみやな。チェンジアップが高校生のレベルじゃない。社会人左腕みたいな投球するんだよね。チェンジとスライダー魔球だわ。高2の時点でナンバーワン投手とか呼ばれてただけある。高のドラ1とは思えない順調さ。